おはようございます。ディレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まあ先日ですね、この実況撮った頃にはですね、ライアンチャレンジが終わってます。3ヶ月間ねかかってきたという無謀な挑戦だったんですけどよくあれいけたな、ね。やっぱ、モンバトには夢があるなというのをね、やってる途中でも、まあね、実感することができましたし、もう、モンバトはなんていうかな、知識とかどういう、ここどうすりゃいけるだろうっていうさ、考える力もね、ついたんじゃないかなと思います。ただし、考える力に関しては、現実人の方に関しては全くもって、本日 EX 界で使うモンスターはこちらです。過去の動画ではかなり昔かな?紹介したんですけど、実況するのは初めてじゃないですかね。はい。この3体はもちろん、例の合体モンスターでございます。まあ、当初使った方もそこそこ多いんじゃないですか?開けてはならないパンドラの箱。キングミミーク!こいつは今弱いんだ。始まる前からさ、君のこと弱いだなんて言うなんてさ、失礼かもしんないんですけど、いや、本当に弱いんだ。正直言うと、まあ、合体モンスターの中にもね、弱いやつはまあそこそこいますよ。うん。きついなとか弱いなとかいますよ。うん。こいつはね、その中に入ってきますよ。なぜかっていうと、あ、ライダーサシないや。うん。まあでもこれでも結構食らうぞ。はい、せーの、ドン。わははもうやだ、この子。レップスガン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 、ダメダメダメ、もうすごいことなのに、やめ、はい、避けてもいいよ、ダーン。ちょっとワンのさ、相手ワンの同期じゃないか。いくぜ、ダブルバイトウブレス、イエーイ。攻撃力は強い、やっぱ。いくぜ、はい、ダブルバイトブレス。ダブルバイトプレスは素直に強いんだかな。簡単に、あ、やめて。簡単に、まあ、こいつの特徴を言いますと、超高速神風アタッカーです。はい。もう本当に超高速神風アタッカー。もう一旦で死ぬみたいな、そういうタイプの合体モンスターです。で、速いんですよね、しかも。素早さも速い。で、力も高い。そう。ここまで聞くと強く聞こえる。スピードもあって力も高い。うん、そこだけ聞けば強く聞こえる。なんか、なんて言うんかな、モンバトで、スマブラで言うんだったら、こいつはリドリーみたいな存在なんじゃないかなと思うんですよ。スピードもあって、パワーもある。正直、その、パワーだけは、2の合体モンスターに引けを取らないと思います。で、ダブルバイトプレスもね、かなり回心高い技ですって、まあ、これはもう今回しか足りないんだけど、1の頃ですね。本当にね、回心がね、3回連続出るか?ストライク!このゲームって素早さが高いと会心が出やすい仕様もあってね、ダブルバイトプレスもね、会心率高い技なんで、うん、オッケー。その関係上、非常に、相性は、まあ、属性攻撃なら大丈夫か。いや、でも全然大丈夫だな、いや飛翔さんだけやめて、飛翔さんやめて、やめて、避けろ、うおえ、何を問題かって言いますとですね、弱点ってあるじゃないですか、モンスターにはね。打撃がですね、弱点も弱点、超弱点です。どれぐらい弱点かっていうと、打撃弱点のボストロールなんかよっぽど弱点です。ボストロールですらね、食らうダメージより、もうね、なんかね、20% ぐらい多いみたいな。本当に弱点。もうマジかよ。マジか。荷が重いって。あんなのさ、もう展開見えるじゃん。どんなことになるかわかるじゃん。もう受信感来ましたけど、ちょっと。ここ突破したとして次どうすんの?そういう感が俺には芽生えてるぞ。もう本当に打撃に弱すぎるというか、人食い箱、ミミック、パンドラボックスともども、別に打撃にめちゃくちゃ弱いわけじゃなかったんですよ、今まで。合体した途端にですね、弱点が超弱点になってしまいまして、おーちゃーん
ん、よし、来たー！ 20% 回避2なんと。ただし、その打撃耐性を補うかのごとく、なんとね、回避率が 20%、わーおー、ウルトラ超高速神風アタッカー。さすが。ウルトラ超高速神風アタッカー、強すぎるやるやん。それはやるわ。ちょっと待って、一回弱めの止め打つね。君、勇気多分、たまんないから、どっかの怒りの魔人みたいに吹き飛ばされるの嫌でしょ？とりあえずあと一発でいけるような範囲内を抑えました。あやかしの息か。大丈夫かな。そういうので混乱して意味わからん攻撃するならやめてね。オッケー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 。光の玉使っていいよね。これは光の玉使えるほど悠長な時間がありますね。合体モンスターいつも光の玉でね、勇気たまんなくて負けてね、死んでいくいろんな奴らを見てきたんでね。まあ、でも本当にね、会心率、攻撃は強いんだよね。もう、なんだろう。毎回毎回 25% ぐらいの回避率が襲ってくるみたいな感じ。本当にもうびっくりのぐらいですよ。で、回避率が 20% あるんで、もしかしたらあるということで、そういうことですよ、本当に。そう。良ければもしかしたらあるっていうね。打撃弱点を補っていくわけですよ、こうやって。だからもう一回言ってます。僕はこいつます。こいつを、ウルトラ超高速神風アタッカーって言ってるんですよ。多分、僕の今日の動画の題名もこれになると思います。逃げろ、キングギミック逃げろ、お前キングギミック逃げろ、お前でどうにかなる相手じゃない。これはあかんって。え、いや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 、あのダメですよ。いや、ちょ過ぎたことをやっても仕方がない。落ち着け。さあ、キングミミック、知らない相手とご対面です。なんでなんでこんなやつでできたの。さあ、赤目スタークというね、もうなんか論外みたいな敵ができました。ただキングミミック回避率もあるし、あー、やっちゃったー。使えない技が出てきた。あー、あんま使えない技です。あんま威力高くないです。あー、まあそこそこ出たな、割と。うん、思った以上には。うん、ここはまあ食らわないようにしました。うん。確定特技なんでね。さあ、ここからのターンはやっぱり 20% の回避率と、ダブルバイトプレスで、さっきみたいな会心がポンポン出ればとどめボーダーにも乗るし、合体モンスターってやっぱ勇気が溜まりづらいじゃないですか。会心が出れば勇気をね、回収することもできるんで、もしかしたらあるかもしれないです、これは。ちょっと、あるんじゃないかな。で、合体モンスターとしてはね、致命的なところは2100しかないんですよね。はい。ワンの頃はこれでよかったんですけど、そのままなんでやってきたの？いけ！ダブルバイトブルス！イエイチ！まあ、火力はそこそこだな。頑張ってー！はい。ハサミカブン！勇気はなんとかなりそうだ。さあ、あ、マヒャドかー。マヒャドかー。まあ、割とまだ大丈夫だと思うんだけど、待って、暗黒入ってる？もしかして。それやばい。やばい。あ、もうきつい。いやー、もうきついね。いや、でも、凍てつく波動ある。え、このターン、スターク、凍てつく波動に逃げる可能性あるよ。大丈夫だ。帝王の一撃引いたら死ね。このターンに、帝王の一撃来たら、もう、ひどいことになりますよ。余計しかないですね。だから。まあ、回避率 20% あるんでね。ちょっと待って待って待って、頼む、避けろよ、避けろよ、おい、打撃、避けろ、避けろ、頑張れ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 、おい、どういうこと、どういうこと。解体工事されたの、お前。解体工事された後？うぅぅ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 。ワンの頃は、それはもうね、神風高速アタッカーとしてね、流行ったっすけど、怒りの街並みまでってこと流行った。ちょっと流行った。ほんのり流行った。さあ、弱点の紹介のコーナーなんですけど、もうお分かりの通り、打撃弱点なんですけど、もう一つ致命的な弱点があるんですよ。絶対に、2のレジェンド最終期には使えない理由があります。多分、逆立ちしても勝てないですよ。頑張って！にょーん。さあ、ダブルバイト、でもちょっと意地見してほしいなと思うじゃないですか。意地見してほしいと思うじゃないですか。
打撃弱いなら避ける可能性もあります。しかし、これです。ドルマ。見ててください。はい、ドッカーン弱点よりにもよって。ね、ドルマが飛び交う、その、モンバト2レジェンドにおいて、やったモンバト2レジェンドにおいて、なんとドルマが弱点という異端児。なんとドルマが弱点です、よりにもよって。ああ、ああ。そうです。致命的な欠点はですね、なんと呪文ですら弱点だったってことですね。割と属性攻撃はいいんですけども、割と属性攻撃は大体大丈夫なんですよ。ただ、ドルマが弱点です、よりにもよって。でもちろん打撃も、あの、もう弱点も弱点、超弱点だったんで、さっきみたいなことになりますし、もうこれ多分これだに死にます。20% の回避率とかはもうそんなもんどうでもいいんですよ。もうドルマなんですから、だって。ドルマが飛び交ってんだから、こう、暗黒呪文飛び交う中でお前が生きられるわけねえんだよ。怒りの魔人よりひどいよ、お前。同じ物質系の怒りの魔人よりひどいよ、ちょっと。なんかないかな。避けて頑張れ、うわーもうこのなんだ雑な戦いはとなりますけれど、もうここまで来たら一つ気になることがあります。これ君ワンタンで死にますよね。DLC にあるこのね、無心攻撃って皆さんご存知ですか？無心攻撃をしてしまえばキングミミックって容易に1000いくんじゃねえかなみたいな。このね、低走行すぎるキングミミック、もしかして無心攻撃をしてしまえば、もはやもう格殺レベルなのではないかと。おまけな発想、もう何したい、何がしたいの俺はこの動画で。ブレイクスルーとか言ったらすごい。は？オリハルコンの一撃！はぁ。あ、うさぎの一撃！パークルスー！